突然ですが、皆さんは田舎暮らしと都会暮らしのどちらがいいですか？ある調査で調べたんですけど、年齢、性別問わずに、まあ、ランダムに老若男女問わず聞いたとこ、100人に聞いたところですね、なんと田舎暮らしが37票で都会暮らしが58票だったんですね。で、あとの5票はっていうとどちらでもないという意見があったんですけれども、まあですね、私の意見から言わせていただきますと、私は断然田舎派ですね。まあ田舎が好きな理由としては、自然がいっぱいあって、もう自然に溢れてるじゃないですか。そういうのが私すごい好きなのと、星がすごい好きで、もうね、都会は高層ビル、マンション、アパートみたいなのがいっぱい建ってて、なかなか空気もね、田舎ほど綺麗ではないので、田舎はすごく澄んで見えるし、星もいっぱい綺麗に輝いて見えるので、もう私は断然田舎に住みたいです。はい、まあ、今住んでるところも結構田舎の方なんですけれども、もっと自然豊かな、もう木々に囲まれてるみたいな、もうそういうところに住みたいなと思ってて、でその100人に聞いて、田舎のいいなって思っている人の中では、やっぱりのんびりできる、のんびり、まあ、空気が美味しいっていうのもあるんですけれども、あとですね、これ結構私大きいと思ったんですけど、満員電車に乗りたくない。この気持ち分かりますかね？都会の人分かりますよね。満員電車すごくないですか？朝の7時半、うん、そんなことないな、8時ぐらいに、もうすごい急行なんて乗ったら素晴らしいものですよ。もうまあそれに比べれば、確かに田舎はあまり満員電車に乗るっていうのが私はあんまり想像がつかないんですけれども、逆にですね、都会がいいなって思ってる人の意見としては、公共交通機関がすごい発達してる、まあ、新幹線、電車、車んとかそういうのが発達してるからいいなっていう人も結構いて、あとコンピューターとかネットの充実、回線もいいし、最近はやっぱりみんなスマホよく使ってますよね。それでまあつながりがいいところがみんなはお好きなようでですね、都会暮らしが結構いいなと思っている方がいるんですが、まあ私はですね、どちらでもないという意見があれば、どちらでもないにちょっと意見が変わりそうなぐらい都会の魅力をちょっと知ってしまったんですけれども、皆さん、聞いている皆さんは都会と田舎どちらの方がよろしいでしょうか？またメールをくださると嬉しいです。この番組は名古屋スクールオブミュージック専門学校の協力でお送りしました。